日の動画ではポピープレイタイムのすべての作品に VHS という形で音声登場していたリッチが実は主人公だったのではないかという可能性について迫ってみたいと思います。この説は当チャンネルのコメント欄でもたびたび寄せられていたもので、そのご意見は先ほども話した通り、もしかして主人公の正体はリッチだったのではないかと考察するものをはじめ多岐にわたるものでした。かくいう私個人も実はあり得た可能性だったのではないかと思えてきたんですね。そこで今回はそんなリッチイコール主人公説について考察してみたいと思いますので、今回もぜひ最後まで楽しんでいってください。このチャンネルでは主に世界観の強いホラーゲームの解説、考察、ストーリーの紹介などを扱っております。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録高評価にて応援よろしくお願いいたします。本日のラインナップはこちらとなります。それでは本日も行ってみましょう。リッチとは何者なのか。では最初に渦中のキャラクターであるリッチについて簡単におさらいしておきましょう。リッチはプレイタイム社の従業員の男性で、自身が勤める職場についての不満を抱えていました。リッチの性格としては責任感の強い努力家で、彼の行動は全て孤児院の子供たちにベクトルが向けられた清き心がベースとなっていたが、しかしそれに反してプレイタイム社が本当に子供たちを一番に考えて動いているのかどうかが分からず、常に不満を持っていたんですね。さてそんなリッチ、彼はチャプター1で初めて音声登場を果たしたキャラクターで、その後もチャプター2、チャプター3と全ての作品に登場することになっていきます。そう、 VHSという形で、ちなみにチャプター1では赤いグラブパックを入手する際に訪れたおもちゃの箱だらけの倉庫で見つけた黄色い VHS、 チャプター2ではボツになったおもちゃが格納されていた倉庫に貼り付けられていたシアンカラーの VHS、 そしてチャプター3ではまだ記憶に新しいこの作業場フロアにあったオレンジ色の VHS。 それでは実際にこれらの VHS の中身についても確認していきましょう。リッチの VHS。 ではリッチが登場しているチャプター1からチャプター3における VHS の内容を一緒に確認していきましょう。リッチ、where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left it a sweep of this place? No. Exactly! Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all, on brand, but... it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes! Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more abominable. Is that even a word? Abominable. Well, it finally happened. After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. Yep, they listened to them very carefully. I guess my words must have really inspired them to take action. Because the next day I got demoted down here.To the freaking island of misfit toys! Why do I talk to myself? このポンコツエレベーターめ。なんだ、リッチ。いや、なんでもない。さっさと荷物を下ろして帰ろう。ここが好きじゃないみたいだな。違うか。ああ、大嫌いだね。その、ここの子供たちには人工の空じゃなくて本物の太陽を見せたくないが、全く子供たちとも話せない。それってすまん、スチュアート。すまん？今日は意外なことを言うんだな。まあな、いつもイラついているのをやめようと思ってね。女房が言うには短気なのを直した方がいいって。女房のためだよ。
お前はちょっと変わってるだけ。馬鹿正直だ。だが俺はお前のそういうとこ好きだぜ。そうか。変わったやつだな。なあリッチ、俺はもうすぐ引退だ。後任を選ぶように上から言われててな。俺はそのお前に任せようと思ってる。え、マジで？マジだ。正式ではないな。その冷たい面の下には真っ当な男が隠れてる。正直な働き者がな。そうだろう。俺はお前が適任だと思ってる。わあ、その、なんて言ったらいいか。俺は全員に嫌われてるわけじゃなくてよかった。全員じゃないさ。全員じゃな。主人公はリッチだったのか。さて、ではここでこれまでの情報から主人公がリッチである可能性について少し考えてみたいと思います。1本目の VHS では同僚のエイブリーと倉庫で作業をしていた際の一幕。ここではリッチが会社に不満を抱いていることと同時に末端の社員たちが全くもって報われていないという現場の声を聞くことができました。そういえばチャプター1ではプレイタイム社がブラックであることをほのめかす描写もあったため、このこととも関係があるのかもしれません。そして2本目の VHS では怒り狂ったリッチの独り言が収録されており、リッチが会社に対して意見したことにより発売が見送られボツとなってしまったおもちゃ倉庫へと左遷されたという内容が収録。会社に対する憤りから時にリッチが暴れているようなシーンもありました。余談ですが、この VHS を再生した際の背景はプレイタイム社でその発売が見送られたおもちゃであるサープープスアロット、直訳すると旦那はよくをする。ネーミングもさることながら、その不潔なコンセプトは社内でも大バッシングを受けたようです。ボツになった際の企画案に関しても確認可能で、他にもボツになったおもちゃはたくさんある中、なぜリッチの VHS の背景がこのおもちゃだったのか。もしかしたらこのおもちゃの企画を考えたのがリッチで、ただ単に彼にセンスがなかったというよりは不満だらけのプレイタイム社に対して遠回しにクソくらいだと伝えたかったのかもしれません。また1本目の VHS のエイブリーとは左遷された後も親しくしていたようで、ここの金曜日にエイブリーとランチと書かれた付箋からもその後も愚痴を聞いてもらっていたのかもしれませんね。そしてチャプター3、ここでは先輩にあたるスチュワートとの会話が収録され、引退間近のスチュワートがリッチに後任を任せようとしている事実が収められていました。おそらくですが、スチュワートはプレイタイム社で長年勤めるそこそこ高いポジションの社員で、10人中9人がリッチを煙たがる中で唯一その本質を見抜ける上司だった。結果としてリッチはスチュワートの後任を引き継ぐことになり出世します。ここからは独自の考察になりますが、その後立場や現場が大きく変わったリッチはこれまでの苦労や挫折がようやく報われたかのように思えたが、しかしそこでリッチは見たくなかった現実を突きつけられることになります。そう、それは末端社員の時は知る由もなかったプレイタイム社の裏側、つまりプレイタイム社が秘密裏に行っていたダークサイドの全て。会社での地位が上がったことで確かにこれまでのような苦労はなくなったが、その代わり知りたくもなかった現実をまざまざと突きつけられたリッチは次第にその現実に耐えられなくなり、後にプレイタイム社を退社。ここで少し思い出してほしいのがチャプター3のホームスイートホームで聞くことのできたラジオ。エリオットが容疑をかけられた事件のニュースとは別で逆再生をすることで聞くことのできるものもありました。そこでの内容は、お前は邪魔なんだよ、今さら戻ってきやがって、ここに入り込んで殺しまくってる、略奪して破壊した、お前は10年前に来るべきだったのに現れなかった。88、1995、お前はここにいるはずだった。なぜいなかった。大事な時にミーティングにもパーティーにもここにいる権利はない。88、1995。
これは以前の動画でも簡単に触れたものですが、その際はホームスイートホームにおける精神世界の中で過去の食材や罪の意識による呵責などのワードを確認することができたともお伝えしました。そしてそれが主人公に対するメッセージだと。しかしその肝心な主人公が誰であるのかは依然としてわからないままでした。ただここでこの主人公である可能性が高い人物が改めて浮上しました。そう、その人物こそが先ほどからたびたび話題に上がっていたリッチ。リッチが下級社員から上級社員に上り詰めた話は先ほども述べましたが、ただ最初から最後まで一貫して変わらなかったことが、リッチが常に孤児ファーストで行動を起こしていたという点。リッチは孤児院の子供たちが困らないようにと陰で支え続けてきました。しかしリッチが下級社員の時はプレイタイム社に対する正義に燃えることができたが、今回出世してしまったことで立場的にもなかなか自分の意見を通すことができず、ある意味で上の意思に従わざるを得なくなっていた。日々の業務の中にはもしかしたら子供たちをおもちゃへと変えるあのビッグアボディーズイニシアチブに関する業務もあったのかもしれない。だとすればリッチに耐えられるはずもありません。まあとにかく上級社員となった際に見たプレイタイム社の現実はそれはそれはひどいものだった。そんな中熱く誠実な男をリッチはきっと頭を抱えて悩みに悩み続けたことでしょう。だが彼はやはり悪魔に魂を売ることはなかった。つまりリッチは孤児の子供たちに対してただただ罪悪感を抱き続けていたと、そう考えることができるんです。リッチの罪悪感は退職してもなお消えることはなく、日々心を侵食し続けていたが、そんな矢先に例の花を探せの手紙を受け、リッチは再びプレイタイム社の地を踏むこととなったんです。通常であればこの手紙をもらったところで憎き古巣の地を踏むことはなかったでしょう。しかしこの時のリッチは違った。再び古巣へと戻るためには十分すぎる理由があったんです。リッチがかつてプレイタイム社で働いていたという裏付けはチャプター2のマミーの言葉からも明らかで、これは一つの有力な仮説になるのではないかと考えることができそうです。他の社員たち同様、リッチも歓喜の時に殺される予定だったが、その時リッチはプレイタイム社やプレイケアに顔を出すことはなかった。だとすればリッチに手紙が届いた理由は彼を生かしておけないというプレイタイム社の執念なのかもしれませんが、リッチからすれば自身が抱える罪悪感を払拭すべく子供たちへの食材をするためだった。主人公がリッチだとした場合、ポピーはチャプター1で自身を解放させ、チャプター2で彼を試した上でプレイケアへと向かわせ、そしてチャプター3で完全に味方につけたことになり、もしポピーが悪役だった場合は若干脳筋気味なリッチは非常に扱いやすかったのかもしれませんね。少し飛躍した考察だったかもしれませんが、これも一つの可能性としてお届けさせていただきました。さていかがだったでしょうか。本日はポピープレイタイムシリーズに登場するリッチが主人公である可能性について独自の考察をさせていただきました。よかったら皆さんの感想や考察もぜひコメント欄で聞かせていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。